はい、山形県酒田市のバイク屋鈴木モータースです。先日いよいよ当店に入会いたしました2018年モデル、今年のモデルの V ストローム 650XT のですね、鈴木の新車に、なります。お客様からのご注文車両でですね、入会の方いたしました。なんとですね、こちらの車両のオーナー北海道在住なんですよ。いや本当に嬉しいですよね。いつも YouTube を見ていただいてて、買うなら鈴木モータースから買いたいっていうふうに言っていただいて、北海道でももちろん鈴木の販売店はあるので北海道でも買えるんですけども、わざわざですね、当店にご注文いただきました。本当にありがとうございました。白はですね、なかなか展示会とか、メーカーの発表会とかモーターサイクルショーとか出るんですね。僕も正直見たことなかったです、実車白は。で、まあ担当者が聞いた話とかもいろいろあったんですけども、カタログの白の見栄えと実車の白って全然違うなっていうふうに思いました。カタログだとどういう白かが分かんないですよね。ツヤがあるかないかとかも分かんないし、お客様がですね、そこら辺どうなのかっていうふうなご相談をいただいたんですけども、これがですねパールグレッシャーホワイトっていう正式名称のカラーリングになってて、ツヤありですね。非常にこうパールが入っている綺麗なツヤありの白になっております。 V ストロームの白ってめっちゃ上品じゃないですか。ジェントルな感じがします、非常に。で、まあ、そもそもなんですけども、こういうアドベンチャークラスっていうのが今各メーカーがこぞって出している、車種、まあ、カテゴリーになるんですね。まあ、トライアンフでいうとタイガーとか、ホンダでもこういうクラス出し、まあ、今年も出しましたし、ヤマハでも、まあ、トレーサーとかもそうですし、川崎もですねベルシスとかも出してますけども、アグスタも出してますね。あとは KTM もアドベンチャー出してますし、 BM も出してますし、非常にこういう、何て言うんだろう、大きいオフロードのような見た目で大きくてロードタイヤを履いている、ツーリングタイプモデルの車両をこういうアドベンチャークラスっていうんですけども、このアドベンチャークラスがメーカー問わず、スズキだけにとどまらず、各メーカーのこのアドベンチャークラスっていうものが販売台数が今軒並み伸びているみたいなんです。ものすごく今売れてるって言ってました、アドベンチャークラスが。で、まあ、ロングツーリングに行きやすいですよね。こういうタンク容量も大きいですし、燃費もいいし、ポジションも楽でシートも柔らかくて、まず安定性があると。で、パニアケースとかトップボックスとかもつけてですね、荷物もいっぱい積んで長距離を走ってキャンプしたり泊まったりですね、そういう楽しみ方をできる素晴らしいマシンです。で、僕も正直言って最初は本当に走って面白いのかなとか、いやスピード出ないんじゃないかなとか、遅いんじゃないかなとか、パワーあるのかなって非常にこう思ってたんですけども、去年うちもこの V ストローム 650XT に黄色を、試乗車とレンタルバイクとして置いてたんですね。で、やっぱり僕も乗った時に山形市に行ったんですよね。で、その時峠を走って土砂降りの日だったんですよ。めちゃくちゃ面白いと思いましたね。スズキの V ストロームっていうこういうモデルに関しては、 V ストロームはトラクションコントロールがものすごく素晴らしいと大絶賛されてるんですね。なので僕まず入荷して、まあ、その時は晴れてたんですけども、入荷してすぐ鳴らしの時にまずですね、砂浜に最初行ってみました。本当かと。でもメーカーの人が言うんですよ、素晴らしすぎて転ぶ気がしない、ぜひ砂浜でも走ってみてくださいって言うんで、本当かって思ってまず慣らしでですね、砂浜に行ったこともありました。砂浜って言っても全然アスファルトの上に少しこう砂が浮いてるような、まあそんな本気の砂浜じゃないですけども、まあ一番滑りやすいところですよね。そこでこうブレーキしてみたりアクセル開けてみたりしても、あ、これは確かに転ばないわって思いましたし、フロントサスペンション、リアサスペンションもすごい柔らかいので、雨の日峠走ってもすごいタイヤのグリップを感じれるんですね。で、かつ ABS もついているので、もしブレーキを入力しすぎた場合にロックして滑るなんてこともないと。で、立ち上がりカパッてこう開けてしまったとしても
空転して滑るっていうこともないんですよね。トラクションコントローラーが効いてくれるので介入してくれて、要はもうライダーのミスを全部マシンが拾ってくれる時代になったんですね。なので僕は V ストロー650は非常にいいマシンだと思っております。で、650と1000とあるんですけども、650のこのエンジンがいいんですね。まず V 型2気筒で下のトルクもすごいあるし、上まで綺麗に吹き上がるっていう、もう下でも上の回転でもすごい楽しめる。でパワーも十二分にあると。で1000はもっとパワーがあるので、まあどっちか、いつもお客さんから650、1000どっちにしようかなって悩みを相談いただくんですけども、簡単に言うと、もう高速で長距離をバビューンってもう長距離移動する人は1000の方が楽だと思います。で650は街乗りとか峠とか、まあ、キャンプする人なんかはそのキャンプ場の周辺だとか、あと高速道路もたまに乗るとかっていう方とかは、機動性がやっぱりめちゃくちゃいいのが650なので、650の方が、似合うと思います。まあ、そういう風にですね、カテゴリーを分けるっていうのもいいと思います。でこのアドベンチャークラスで各メーカー、さっきも言った通りめちゃくちゃ販売台数が伸びていると。で面白いのが、アドベンチャークラスのお客さんの層っていうのも明確化されてるんですよ。若い人乗らないんですよこのバイク、あんまり。まあ例外はありますけども、データとしてですよ、データとして若い人はあんまり乗らない傾向にあると。でこのアドベンチャークラス、このバイクに限らずですね、この場合アドベンチャークラスを乗る層っていうのが40代から60代っていうふうにもうデータが出てるんですよ。でその理由としては、まあ、今までいろんなバイクを乗ってきたベテランライダーが最後こうゆっくりツーリングしたいとか、のんびり長距離を走りたいとか、楽に、移動したい、そしてでもバイク自体の面白さも味わいたいとかですね、あとは40代50代60代になってくると、まあそのばらつきありますけども、全体的に世の中全体を見るとやっぱり給料が高いじゃないですか、40代50代60代っていくと。なのでお金の面でも余裕があって、でかつこう40代50代60代というある程度子供から手が離れる、で自分の趣味を楽しめる年齢ということで、自分の時間も取れてお金もあって、なのでこういうアドベンチャークラスに乗って2泊も3泊もまあ1週間泊まる人もいるかもしれないですけども、荷物いっぱい積んでいろんなところにツーリングに行って楽しむという風なデータが出てるんですね。面白いですよね、納得ですよねこれは。なのでそういう風にしてですね、このクラスっていうのも非常に伸びているマシンでございます。いやー本当に面白いですよこのバイクは。でこのお客さんも、スズキの純正のパニアケースセットをですね、ご購入いただいて、あとはスフィアライトのロービームとポジション級とセンタースタンド、これから取り付けさせていただいてっていう流れになります。非常にですね白いいと思います。ぜひですね、今実車、店内にあるので、お客さんのご契約いただいているマシン内でまたがることはできませんけども、ぜひですね実車を見ていただいて、あ白も上品でかっこいいなというふうに見ていただければなと、あと実際の大きさとかもですね見ていただければなというふうに思っております。まあ、そんな感じでですね、ベジストローム650XT の白が、入荷いたしました。